午後のリサイタル。今日はピアノ土屋美音子さん、バイオリン長岡秀子さん、チェロ茂木新六さん以上の方々の演奏で、シューマンのピアノ三重奏曲二短調作品63を聴いていただきましょう。今日の演奏者の方々はいずれも1972年に東京芸術大学を卒業され、現在ピアノの土屋さんはソリストとして、またバイオリンの長岡さんは室内合奏団東京ゾリステンの、チェロの茂木さんは NHK 交響楽団の団員として広く演奏活動を行っておられます。それではピアノ土屋美音子さん、バイオリン長岡秀子さん、チェロ茂木新六さん以上の方々の演奏で、シューマン作曲ピアノ三重奏曲二短調作品63を聴いていただきましょう。
シューマン作曲ピアノ三重奏曲に短調作品63でした。午後のリサイタル、今日はピアノ土屋美音子さん、バイオリン長岡秀子さん、チェロ茂木新六さん、以上の方々の演奏を聞いていただきました。